中村ふさ郎ろから1944年9月24日は、日本の商人、資産家、実業家。松尾工業、太陽工業、増田屋各社長。日本カーボン会長。続籍は、神奈川県平民。俳優、中村俊一や日本近世演劇研究者の松崎、ひとしは孫。神奈川県人、増田家平の次男。増田増蔵の弟。 増田増マスのおじ、横浜本町生まれ、横浜商法学校に入学、中村初太郎の養子となり1883年、家督を相続する、横浜商法学校に足掛け3年ほど在籍し、中退する、増田屋商店に入る、実刑とともに、綿花、砂糖、石油、麦粉などの販売に奮闘する、1914年、岩手県に、 松尾工業を創立。増田合名会社代表社員、増田製粉所、松尾工業、太陽工業、増田屋閣社長、日本カーボン会長、横浜商工会議所副会頭、横浜更新銀行副頭取、横浜火災会場保険、日本金属工業、日清生命保険各取締役、日本アルミニウム、日本カーボン、日本化学工業、 満州科学工業各監査役、三名商店相談役、日本工業クラブ、横浜取引所、日本経済連盟会各理事などを務めた、神奈川県在籍で、住所は横浜お松町。ありがとうございます。